はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルウープネッシュのフィオタです。さあ今回もいたずらをよげろやっていきたいと思います。まあ前回はそうですね、前回も2ステージずつ進んだということでね、今回もじゃあもう今後は2ステージずつにしますかみたいなことを話しておりました。あとはね、僕自身が広告を踏みまくってカット編集が大変だったぐらいしか覚えてないですね。ね、どうでもいいことではありますが結構重要ということで、今回は14ステージ15ステージ目をやっていきたいと思います。まあ今後の流れとしては14、15、16、17、18、19、20単体という感じかな。まあそういう風にいけるかどうか謎ですが、いきましょう。さあステージ14、ぬいぐるみを取ろう。いっぱいありますよ。さあ落ちている100円、大パンしている。皆さんはやめましょうね。いやー綺麗な大パンです。さあ行きましょう。さあなぜそこにいる。なんでそこにいる。さあということでゲームオーバーコンプリートということなんでね、次行きましょう。さあ大パンね、えやられる演出家のようなほどの大パン。やばいぐらい大パンしてますよ。もう中の人をさ、これで混乱させるぐらいの勢いで。さあやりましょう。ダメですかねこれは。さあクマちゃん、キャッチ&キャッチ&キャッチ。いやーダメですね。どうやってそこの中入ったし、写真撮ったら一発アウトですね。さあおっとなんかやってる。おお飛んだ飛んだ。なんだこれは、何を見せられているんだ。ウォータースライダーで蹴落とし合う人たちを見せられてますね。飛ばせるんだ、オッケーオッケー、飛ばしましょう。ん、今どういう状況。さあ飛ばせるようになりましたね。さあもう一度、どうすればいいんでしょう。むしろお、あーダメですか。それじゃあどうしましょうか。そうですね、じゃあまあまずは100円玉の回収で、壁ドン1回でライオンを取らせるようにしましょう。壁ドンじゃないね、まあ1回ドーンってやってね。これちょっとスプリングっぽくなってますね、よく見ると。つまりこう移動してき、パシッと取って、お、これは正義の鉄槌。おお、そしてナイスショット。うわー、こんなのいたらね、実際ゲームセンターで見たら即定員通報ものですね。さあ次に行きま、あーそうか、次に行く前に広告が。さあ次に行きましょう。次は仕返ししよう。さあロッカーとゴミ箱かな。で、それでいたずらしてやろうぜ。ヒヒヒヒヒ。さあゴミ箱に入ります。匂いがやばすぎる。でいざ来たらどうなる。まあ多分失敗ですよねこれは。
あー、ポルターガイストガバー。なぜ学校のゴミ箱にね、魚の骨がむき身のまま置いてあるしという話もありますけれどもね。さあ、オラーウータンが踊ってますね。さあ飛ばします。さあここからもう一度早送り、次は使っていきましょう。早送りスタコラスタコラ、相手もスタコラスタコラ。どうしましょうか。じゃあロッカーに隠れよう。え、30キロ。予想外、無理でしょ。なんでロッカーの上に30キロの物体が置いてあるんだ。ネズミかわいいな。ちっちゃい、ちっちゃーくいるネズミがかわいい。さあ次は、3333回試しましたがまだ合格できません。まあ多分合格ってパスなんだろうな。パスを合格と略しただけだろうな。まだ通過できませんみたいな感じのことをパスっていう風にやったやつを機械翻訳で直したせいで合格になったんだろうな。さあということでもう一回やりましょう。ネズミがね可愛いですけれども、このネズミはアイテムとして取得できるものなのか。さあ、あっちへスタコラ、こっちへスタコラ。ネズミちゃん、あ、なるほどね、ここに隠れるっていうことですね。とにかくシンプルイズベストで、わー、可愛い、青春してますね。いやー、なんかいいですね、互いいたずらし合うっていうのが、なんか仲いい感じがしていいな。はい、じゃあこの広告を見たらもう終わりといたしましょうか。無邪気、無邪気って。さあ広告を飛ばして、 OK ですね。それじゃあ今回はここまでといたしましょうか。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。